コンチネンタル航空1404便離陸失敗事故は2008年12月20日に発生した航空事故である。デンバー国際空港発ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港行きだったコンチネンタル航空1404便が離陸時に滑走路を逸脱し大破した。乗員乗客115人は全員が無事だったが機体は全損扱いとなった。 2006年9月に撮影された事故機1404便は現地時間18時1分にプッシュバックを行った。滑走路 34R で離陸を待機している際に滑走路上に雪と氷は見当たらなかったため、機長は某氷装置を解除した。管制官は270度から27ノットの風が吹いていることを伝えた。 当初エーティスが報告した風速よりも大きかったため、パイロットたちは驚いたようだった。滑走路から左に外れ停止した、機体火災により大きく損傷した。機体右側1404便は18時18分に離陸滑走を開始した。87ノットから90ノットを加速中に突然、機体が左に触れ始めた。機長は方向打を使い修正を試みたが、 機体は滑走路を逸脱したい派した。衝撃により、火災も発生した。空港にある4つの消防署のうちの1つに近い場所で機体が停止したため、消防隊員らは比較的早い段階で現場に到着した。到着した際、機体の右側で火災が発生しており、客室乗務員が乗客を左側から脱出させていた。また、乗客として登場していた非番の コンチネンタル航空のパイロットは残骸に出入りして取り残された乗客がいないか確認した。機体は大きなダメージを負い、第一エンジンと主客が脱落していた。この事故はデンバー国際空港における最も深刻な事故として注目された。また機体は全損扱いとなった。乗員5人、乗客110人のうち47人が骨折を含む怪我を負ったが、 死者は出なかった。二人の容態が深刻だったが、どちらもその日の夜に回復した。七人が翌朝まで病院で手当てを受けた。機長は重症で背骨を骨折していたため病院に入院した。ブラックボックスはデータの引き出しが可能な状態で発見された。コックピットボイスレコーダーの解析では、ブレーキ解除から41秒後までは異変は見られなかった。 突然機体が大きく揺れ始め、パイロットは4秒後に離陸を中止し、6秒後に両エンジンが停止したため、レコーダーの記録も終了した。異常発生時に機体は119ノットの速度が出ていた。インタビューに応じた副操縦士によると、87ノットから90ノットに加速中に機体がセンターラインから突然外れ、左側に逸脱し始めたという。また、 当時操縦していたのは重傷を負った機長だったとも証言した。機長も副操縦士も経験豊富であった。滑走路に残されたスキットマーク乗客や消防隊の証言通り、滑走路上や地面に残されたスキットマークから機体はわずかながら浮揚していたことが判明した。どの時点で火災が発生したかは不明だった。滑走路上に 雪や氷はなかったものの31ノットの横風が報告されていた。事故機をデンバーまで操縦したパイロットは特に異常は見られなかったと証言した。事故機は1995年にエンジントラブルで緊急着陸を行い両エンジンが交換されていたがエンジン以外の場所に損傷は負っていなかった。当初は離陸滑走中にタイヤがロックされ、 滑走路を逸脱した可能性が考えられた。NTSB は離陸が開始されるとエンジンは正常に動作し、タイヤもブレーキも故障したようには思えなかったと述べた。そのため着陸装置は事故原因から外された。2009年7月17日、突風と氷に調査の焦点が向けられたことを発表した。パイロットは我々の推測では滑走路の逸脱は 強い突風かもしくは氷に衝突したためだろうと話した。1404便が北に向かって離陸滑走をしている最中に北西から28から31ノットの風が吹いており最大で37ノットの風が吹いた。ボーイング737型機では通常状態での滑走路で風速38ノットの制限値が設けられている。調査の結果、 1404便の離陸前後に最大45ノットの突風が吹いていた。事故当時にも35ノットの横風及び最大瞬間風速40ノットを観測していた。しかし、観測のタイミング、観測地との位置が離れていたこと、山岳波が局所的に吹いていたことなどから、管制官はパイロットに風速を27ノットとだけ伝えた。2009年7月18日に、 地元紙のデンバーポストが発行した記事によると、事故機は2008年11月に、ウィングレットが主翼の先端に追加されていた。コンチネンタル航空のフライトマニュアルでは、ウィングレット搭載機の制限値は、風速38ノットとされていた。しかし、NTSB は、ウィングレットの製造元と設置者は、B737 から500が多機での、往復検証は、 最大でも22ノットまでしかしていないということを付け加えた。2010年7月13日、NTSB は事故の推定原因として突風に遭遇した機長が滑走路逸脱の約4秒前から方向打の操作を取りやめたことだとした。事故当時の横風は機長が受けた訓練やそれまでの経験を大きく超えるものだった。また、機長が 実際の風速を知っていれば、離陸中止などの対象を取ったであろうとも述べた。ありがとうございます。